第二次世界大戦終結後、世界は東西に二分された。冷戦と呼ばれる時代の幕開けである。私はお前を育てた。お前を愛し、武器を与え、技術を教え、知恵を授けた。もう私から与えるものは何もない。あとは私の命をお前が奪え。自分の手で。初のヘイロー降下に全て正常。オールグリーン。降下準備。カウント5、4、3、2、1。鳥になってこい。高温を祈る。1962年、ソ連の科学者が西側へ亡命した。ニコライ・ステパノビッチ・ソコロフ。ボストークロケットのエンジン開発における第一人者だ。ソコロフの亡命から1週間後、ソ連のミサイル基地がキューバに建設されつつあることが発覚した。後に言うキューバ危機である。核による全面戦争の危機は米ソ首脳の必死の交渉により未然に防がれた。だがキューバ撤退に伴い、ソ連はある条件をアメリカに突きつけた。亡命したソコロフの演奏である。ソ連のキューバ撤退はソコロフ一人を手に入れることと引き換え出すか。そうだ。彼は一体何を設計していたんだ。この半年、ソ連のセミパラチンスクで頻繁に核実験が繰り返されている。この兵器に関係すると。フルシチョフがキューバからの撤退を受けてまで取り返したかった極秘兵器だ。最後のチャンスだ。いいか、君の任務はソ連国内の山中ゼリノヤルスクに単独潜入、ソコロフの安全を確保、西側へ奪還することだ。残された時間はわずかだ。ソコロフ救助確認後、リカバリーポイントで待て。今からバーチャスミッションを開始する。
本ミッションの重きはサバイバルにある。つまり武器も装備も現地調達、食料もだ。まさに丸裸ネイキッドの状態だ。装備も武器も現地調達とは、こんな無茶がよく通ったものだ。単独での隠密行動がフォックスの基本戦略だ。誰にも見られてはいけない、君の存在を敵に悟られてはいけない、それがステルス任務だ。スネーク、そこでの君は文字通りゴーストなんだ。捕まっても救助はない。当局も米政府も一切の関与を否定する。まさにワンマンアーミーか。寂しがるな。無線機で君をバックアップするサポートチームはいる。スネーク、ヘビといえばザ・ボスを知っているな。お前の師匠であり伝説のソルジャー、彼女がフォックスのミッションアドバイザーを務めてくれる。ザ・ボスが？ジャック、聞こえる？何年ぶりかしら。ボス？そう、私よ。返事をして、声を聞かせてくれる？ああ、5年と72日18時間ぶりだ。少し痩せたようね。声だけでわかるのか？わかるわ、あなたのことだから。そうか、俺にはあんたのことがわからない。何が言いたいの？どうして突然俺の前から消えたんだ？極秘ミッションだったのよ。あなたはもう一人前だったわ。いや、まだ教えてもらいたいことがあった。いいえ、戦闘の技術は全て教えた。何もかもあなたに教えた。あとはあなたが自ら学ぶこと。確かに技術は。しかし兵士としての精神は。兵士としての精神？それは教えられない。兵士同士が個人的な感情を持つのはご法度よ。戦闘相手は政治によって決まる。政治は生き物、常に時代は移り変わる。昨日の正義は今日の悪かもしれない。ただ一つ絶対に信じられるのは任務だけよ、ジャック。分かった。だが言わせてくれ。何？俺はスネークだ。スネーク、そう、スネークだったわね。ふさわしいコードネーム。そうだ、第二次大戦中ザ・ボスが編成した伝説の部隊もヘビだった。コブラ部隊、大戦を終結させ世界を救ったヒーロー。伝説のヒーローがサポートしてくれれば大丈夫だ、スネーク。そうだろう？わかった、ボス。あんた以上に心強い人はいない。それと、え？また声が聞けて嬉しい。そうね、お互いいつ死んでもおかしくない身だもん。スネーク、あなたは市街戦や建造物への潜入ミッションは得意だったわね。でも今回はジャングル、サバイバルが重要になるわ。私が教えた CQC も役に立つはず。 CQC、 クロースクォーターズコンバットか。この数年はグリーンベレーにいた。かなり鈍ってるかもしれない。まず CQC の基本を思い出して。ソコロフだな。貴様、ボルギンの手先か。あれは渡さんぞ。違う、俺は CIA のエージェントだ。あんたを鉄のカーテンの向こうへエスコートしに来た。 CIA だと？ああ、2年前あんたを亡命させたゼロ少佐の部下だ。早くここから連れ出してくれ。
奴らが来る前に。奴ら？グルーのヴォルギン大佐だ。西側ではサンダーボルトと呼ばれている。サンダーボルト、何者だ？我が連邦の政権奪取を狙う軍の武闘派だよ。やつはここと同じような秘密兵器設計局 OKB-81 に、通称グルアニン設計局を抱え後ろ盾にしている。だがそれには飽き足らず、やつは私がここで作らされていた秘密兵器を奪い、権力奪取の切り札にしようと企んでいるらしい。大佐は必ずやってくるはずだ。その前に私を連れ出してくれ。わかった。動くな。やっと会えましたね。伝説のボス。貴様、スペツナズの山猫部隊。ブルーの兵士がなぜここに？兵士だ。オセロットの大将。間違いないでほしい。俺はオセロット少佐だ。ソコロフは渡さん。さっさと立ち去れ。山猫は獲物を逃す。なんだと？グルーのためとはいえ、同志を撃つのは気持ちがいいものではないな。ソコロフ、隠れてろ。お前、ボスじゃん。その構え方。その銃は。ボスでなければ死んでも。
長。構わん、撃て。初弾を手動で廃墟していたな。考え方はおかしくない。だが聞きかじっただけの行為を実戦で試すもんじゃない。だからジャムなど起こすんだ。そもそもお前はオートマティックに向いていない。リコイルの衝撃を肘を曲げて吸収する癖がある。どちらかというとリボルバー向きだ。クソアメリカ人め。だが早打ちは見事だった。いいセンスだ。いいセンス。大丈夫か？奴ら、山猫部隊だ。スペツナズか？そうだ、グルーの中でもエリート中のエリート。奴らが追ってきている。もうおしまいだ。落ち着け。必ず俺が助ける。それに心強い助っ人もバックアップしてる。見ろ。作らされていた。そう、シャゴホッド。 IRBM を射出する核搭載戦車だ。あんな地形からでも核ミサイルが撃てるのか。ああ、しかも友軍の支援なしでな。単独作戦行動が可能な核搭載戦車。そんなものが完成してるのか。いや、今はまだフェーズ1が終了しただけだ。フェーズ2をクリアしなければ完成とは言えん。フェーズ 2？ あの兵器の本質だ。あれが完成し大佐の手に入ればこの冷戦は終わる。冷戦は終わる。そして始まるだろう本当の恐怖の時代が。世界大戦か。私は協力せざるを得なかったんだ。死にたくなかった。アメリカにいる妻と娘にもう一度会いたかった。早く私をアメリカに連れて行ってくれ。まだ間に合う。私がいなければあれは完成しない。わかった、急ごう。ザボスは？ザボスとの通信は先ほどから途絶えているんだ。ザボスの通信途絶については調査を続けさせている。情報が入り次第連絡しよう。
よくやった、ジャック。なぜここに？ソコロフはいただく。戦友たちよ、また共に戦える。この日が来るのを待っていました。またあなたと共に戦える。おかえり、ボス。これで5人揃ったのに、今度は地獄の底まで一緒。血の雨、彼は泣いている。みんな喜んでいるようだ。ボルギン大佐、ようこそ我が国、我が部隊。ボス、これは。私はソ連に亡命する。ソコロフは亡命の手土産だ。無反動核弾と。私への手土産はこいつ。嘘だ。その男はそいつも弟子の一人。連れて行くのか。いや、こいつはまだ幼い。我らコブラ部隊には純粋すぎる。まだ戦場で特別な感情を抱いてはいない。どういうことなんだ。撃てるのか。ソコロフのことがフレッシュフにバレると厄介だ。殺すしかない。待て、私の教え子だ。私がやる。ジャック、あなたは連れていけない。
ソコロフの設計局を襲いに行くわよ。シャゴホットはいただきだ。流されて行け。私はとどまるしかない。これでいい。大成功。さすがはザボスとコブラ部隊。シャゴホッドもソコロフももらった。この女はどうします？何者だ？ソコロフの女らしいです。変な気を起こすな。キス・オブ・デス。KGB？ 利用できそうだ。ダーキャーもいい。地に連れて行きますか。そうだな。ソコロフの設計局も用済みだ。早速この手土産を使わせてもらおう。ダミさん、敵対しているとどうしてです。私が撃つのではない。これは亡命したアメリカ人、あの女が撃つ。But you're so
time.